選んで読んでみるといいですよ。音読にはポイントが3つあります。こちらです。その1、語尾を変える。新聞は書き言葉なので文章の終わりがだであるとなっています。話し言葉のデスマス調に変えましょう。その2、文章は短く切る。点を丸にするだけで結構簡単に文章を切ることができます。その3、難しい言葉は簡単に。書き直すなんて面倒なことはしなくていいんです。読みながら変えていきましょう。1年後が楽しみですね。小学1年生が交通事故に遭う件数が6年生の3倍も多かったことが分かりました。これは警察庁がこの5年間に小学生の事故について調べて分かりました。事故に遭って亡くなったり怪我をしたりした小学生は27,254人でした。学年が上がるごとに減ってゆき、1年生は6年生の3倍以上もいました。大人を含めたすべての年齢では年末にかけて事故が増えますが、小学生の事故が一番増えるのは5月、ちょうどこれからの季節です。低学年の子どもを見かけたらみんなで見守りたいですね。音読するときはお家の人に聞いてもらいましょう。相手がいるとやりやすいですよ。毎日続けてみてくださいね。